柵抜けの利点はフリックエイムが鍛えられることですね。こう。危ねえ、今抜けかけた。就活はそうですね、ポータルレブルトでよく行くんですけど、一瞬で返されますね。気づいた受託。もうこんな感じでこう、って言って、はい、死んだ。はい、もうこれね。もうこれ。そう、皆さんに一つちょっとお詫びしなければいけないことがあってですね。明日かな？今日、3月やの、何日だっけ？ 4 月か、今日。4月28なんですけど、明日ね、6時から渋谷ハルスさんの、ミルダムでやってる渋谷ハルカスタムっていうやつに、ヌンボラさんとアレルさんと出る予定だったんですが、最近、知ってる人もいるかもしれないけど、エイペックスのカスタムの、なんか、バグかなんかがひどくて、中止になりました。はい、すいませんでした。ほんまに。この人1キロイコール2000あげますよって。びっくりしすぎてキャラコン、あれしたわ。ちょっと、じゃあ最初助けるわ、ちょっと、とりあえず。助けれるか。ワットさんお願いしていい？それ。オクタンやったわ。俺火力持ってないな。レプリケーターで作ってもいいけど。ちょっとこれレプリケーター、一気かけた今。どこや？ナイス。その声で俺が俺くれ。お前、エミネムのサビみたいになった。その日で俺にくれ。ツインターボ陣内。ありがとうな。Thanks。しかも味方も格差入れられなくてよかったな。いや、ナイスナイス。降りてきてくれたのがでかい。ちょっと、サーティサーティ使うか。パスファインダー、サーティサーティリピーター来たか。となると、あと、必要なのは、ウィングマンか。このマップの真ん中っていうのがよろしくないな。なんでエイム良くないのにウィングマン握るんですか？好きだから。俺はウィングマンがな、エイペックスの武器の中で一番好きで、2位でピースキーパー、3位クレーバーなんですけど、やっぱな、好きな武器を握る。まあ、ランクは別っすね。ランクはまあ、さすがに。それよりも、勝つこと優先してるんで。いやー、ちょっとマックのあれやな、このグラップルをこう伸ばす技術っていうのを、最近ちょっと練習してて、マックのね、失礼、アルブラレリー。好きこそものの上手なれ。下手の横好きの方が、どっちかというと合ってるかも。いや、魚振り手、激論の敵来いよ。ほら！ 一発2000の時代やぞ、マジで。令和は。ダメんな、マジで。手させさせんからな。姿勢の音が聞こえるわさ。これはまずい。何も見てないになった。マジか。マジか。マジかよ。覚醒してません？いや、今のはね、やっぱりね、サイレンスあったんですけど、敵出てくるところはやっぱ限られてるんで、そこを撃てたら当たったって感じですね。はい。なんか負ける気がせへん、今。正直言って。てかさ、1キル2000円って破格すぎひん？せいぜい1キル1000とかかなんかみんなやってるやつだと思うんだけど。いますね。いや、これは一旦ね、挟まれる前に上に行きたい。よし。
見えてるよ。まあ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 、誤差。当たってないかで言えば当たってないんやけど、こういう時はね、あ、二度とやらんとこ、二度とやらんとこ、このウルトの方。いや、なんか当たらんくなってきたな。あ、いい感じのローの敵がおる。いやー、マジか。やられー。やべ、オペラ歌手の俺出てきたな、今。でもこれ、いっちゃいます。なんか蘇生されました？いや、違うわ。いや、死なない、死なないで。ほら、なめんな。俺はな、メガネの代わりにデジタルスコープをつけてるから。おーし。いやー、漁夫か。敵がいるよ。いやー、マジか。奇跡起きろ。全チーム俺以外を漁夫で。カラーアポだった僕の部屋に光が差した。強っ。普通に強かったこいつ。ありがとうございました。普通にうまかったな。てか、いや、マジで最低な犬巻先輩好きなんやな。脱げ。大会頑張ってください。じじ、てか、マジでキルかける2000円もらったんやけど。いいんすか、エコブクロさん、1万2000円。しかも大会は、中止、渋谷春カスタムっていうやつに、ヌンボラさんとアレルさんと出る予定だった。たんですが、バグかなんかがひどくて中止になりました。はい、すいませんでした。あ、大会、え、それはあれかな、俺の住んでる市で、あの、近日行われるゲートボール大会でもいいんですかね。あの、その老人会のあの憩いの場ってとこがあるんですけど、そこが主催してる触れ合いゲートボール大会でもいいかな。いいわけねえだろ、ハゲ。